はい、直線 x たす y イコール1が円 x 二乗たす y 二乗イコール4によって切り取られる弦の長さと弦の中点の座標を求めてくださいと。で、なんかなんて言うんですかね、あの直線と円が両方とももう完全に決まっている式ですから、で切り取られるって言ってるってことは2交点持つはずで、まあそれは図を書いて一応確認しますけど、でその2交点自体が分かれば弦の長さっていうのはその2点間の距離であって、で中点の座標というのもその2点の中点の座標ですから当然求まる。だからそうやって真正面から言っても求まるはずなんですが、どうもこの聞き方だとその2点、2交点の現物を求めることなくしていけるんじゃないかという雰囲気がします。で実際そういう方法があるので紹介しますが、なんでしょうね、問題文がすでに式番号丸1とか丸2とか書いてくれてるという、なんか使うんですかね、あのやってみないとわかんないけど、でとりあえず図は書きます。直線書いてから円書くとなんかあの交点とかが嫌な感じになる可能性があるので、円の方があの うまくここ通れって言って書くの難しいので円を先に書いておくわけですね。こういうのちょっとした工夫です。で、x2 乗足す y2 乗イコール4ですから半径2、だいたいこんな感じ。で、それに対して直線 x 足す y イコール1っていうのは10と01通るので、 y イコールマイナス x 足す1とか書きたければ、その方が見やすければ書いてもいいですけど、で、まあ名前書いておきましょうか。 x たす y イコール1であって、どこら辺に書きゃいいかな、こっちに書いておいた方がいいかな。 x2 乗たす y2 乗イコール4で、この弦の長さっていうのはちゃんと2交点持って、多分持ってて具体的な座標を求まっ、あの計算してないからきちんと求めてはいないわけですが、弦の長さっていうのはこの2点間の距離であって、あと中点の座標っていうのはこの中点ですよね。中点は図形の対称性から x 座標と y 座標が一致しそうですけど、多分なんかだから y イコール x の上にある気はしますよね。という絵を描いておいて考察をすると、でここの求める弦の長さを L としておきましょうか。で L を求めます。で、こっからは非常に図形的というか中学生的考察で、あの中学生的っていうとなんかバカにしてるみたいで言い方が、中学数学的考察といえばいいんですか、の大変幾何的な発想で、で L をと2点、2交点の座標の現物を求めるまでもなく求めたいと言ったらどうするかというと、これ思いつきますかね。とでここ中点がどういう状況になってるかというと、これあんまり地味じゃないのかな、対称性からあのこの直線が円と交わってる2点に対して、2点をじゃあ一応まあもうめんどくさいから名前つけておきましょうか。 A と B とすると AB の垂直二等分線がこんな風になってます。今 AB の垂直二等分線としてこの直線引きましたよ。そしたら実は AB の中点、じゃあここの点の座標も M としちゃいましょうか。からあのだからここは後で M って名付けますけど、弦の長さは L と置きましたけど、を通っていて、なおかつ原点通るんですよ。あの原点っていうことが本質なのではなくて、A
円の中心を通ると、で、と、は、と、は、はっていきなり日本語つながってますけど、 AB の垂直二等分線は、と、AB の中点 M を通る、それは当たり前ですが、と、および円の中心で、を通るですが、円の中心がすなわち今回は原点00とを通ると。で、原点 O ですね。O00 ってしておかないと。さらに、と、AB と OM が垂直になってます。ここ垂直。点線だと見づらいから、そろそろ実線にしてもいいと思うけど。こんなんですね。ここだけ実践しときゃいいわけです。あとでこれを使うので。で、ここ垂直、こっち向きに書いちゃったからどうしよう。あ、このままいけばいいか。ここ垂直になったら、あと、L を知りたいためには何をすればいいかということがあるわけですが、先に緑で書いちゃったから、ここでもすればいいか。実は、この、中学数学的図形の考察ですけど、ここの長さが2ですよね。それは半径ですから。OB が2ですよね。まあ OA でもいいですけど。で、あと、OM の距離 D としますと、D、2が分かってるから D が分かれば、2分の L が三平方の定理から求まります。2分の L。この図形的考察がポイント。これをじゃあ日本語の論述で丁寧に書きながら、で、代数計算やっていきますけど、まあじゃあ書きましょうか。求める弦の長さを M とし、L とし、お、L、中点を年を M とすると。で、座標はどうしようかな。座標はまあなんかあんまり文字で表しとかなくてもいいかなるべくなんか綺麗にやりたいので、あえて変な文字増やさないようにしてます。変なっていうか愚直な方法をわざわざ避けながら言ってますけど、すると与えられた円の中心が、与えられた円丸二の中心が原点 O であることから、 AB の垂直二等分線、垂直二等分線といったときには、AB が直線であるか線分であるかということはあんまり関係なく、まあ、どうでもいいわけですよね。2点があってっていう。で、そこから等距離にある点全体の集合が AB の垂直二等分線は、直線 OM に一致する。2点 O と M を通るっていうことは直線 OM に一致するわけです。2点を通る直線っていうのは、で、それ、その点を通る直線唯一ですから、必要十分だと言っていいわけです。だから、O と M を通る直線は直線 OM の現物そのものです。当たり前といえば当たり前かもしれませんが、AB の垂直二等分線が直線 OM になりますといきなり言ったときに、混乱しないというか、きちんと理解できる。でも、これが必要十分になっているということも、から、2点を通る直線がもし2本以上あるような、まあ普通の幾何学ではそんなイメージできないでしょうけど、そんなことがあったら話は全然違ってしまうわけで、
だからそれをちょっと注意深く一致するというぐらい書いておいて、イメージをなあの人間の思考というか理解となじませておきますが、でこれが今ここで絵描いたことであって、で垂直に等分線っていうことは、これ答案に盛り込む必要はないですけど、特に AB と OM は直交してますと。でここで OM はあの三角形 OMB に関する三平方の定理を適用して、なんで B 側取ったのかっていうと、 A 側なんかそっちの方がそっち書いちゃったからっていうだけなんですが、まあそのぐらい書いても多分怒られないとは思いますけど、あとその考察をもうさらっと始めてしまいますけど、OM の長さ D が問題になりますが、今O から AB に下ろした垂線の足が M なんですよね。垂線の足っていうのはなんか高校教科書に載ってないから使うの微妙なんですが、大学の教官とか知ってるのでこっちが知ってますよって書く分には多分問題ないと思うので書いちゃいますけど、特に点 O からと直線 AB に下ろした垂線の足が直線手が焦ってるな AB に下ろした垂線の足が点 M であるからと点と直線の距離の公式が使えるわけですね。点と直線の距離はなんかしばしば威力を発揮するので、それ見て取れるようになってください。今回もの円の中心だからなんかこの点を偉そうなわけですが、点と直線の距離っていうのはなんか直線が偉くて点がすり寄ってってる気分なので、そこら辺をうまく逆転の発想できるように、まあそういう風に見えても私だけだったら別にいいわけですけど、点 O から、直線 AB に点O と直線 AB の距離と、もう言い張っちゃっていいか、点 O と直線 AB の距離、点と直線の距離の公式ってやつですね、 AB の距離の式より、まあ、公式とか言っても悪くはないと思いますけど、だ点 O と直線 AB の距離は OM なんですね。OM イコール、なんかちょっと縦狭いな。OM イコール、だから、これ答案に盛り込んだ方がいいのかな。直線丸1を一般形直しておきますと、 x たす y 引く1イコール0ですよね。これを使って、x の係数2乗たす y の係数2乗のルート分の、絶対値、x の係数かける原点 O の x 座標、原点であること本数じゃないけど、点 O の X 座標を足すことの Y の係数かける、点 O の Y 座標足すことの定数項イコール、ルート2分の1と、これ答えでも何でもないですけど、じゃあここ D とやっておきましたけど、 D イコール、ルート2分の1なわけですよね。なんかまあ直感的にも大体良さそうな感じでいて、